愛と申します。あんちゃんと書いておきますので、気軽に何でも読んでいただけたら嬉しいなというふうに思います。全然短くって明日と明後日だけ、こちらでお邪魔します。よろしくお願いします。横浜から、参りました。私はちょっと障害の人たち、障害を持っている人たちの小さな施設をしてまして、比較的時間が自由に取れることと、やはりうちの作業所の職員が他の団体で、やはり1週間ぐらい前、三陸の方に来てまして、その関係で私ももう年なんでね、その力仕事はできないんだけど、やはりこの状況をやっぱりちょっと見ておきたいなみたいな勝手なことなんですけども、短い時間ですけども、ちょっと若いのと一緒に参りました。原木と言います。珍しい名前で静岡県の出身です。よろしくお願いします。